はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。はい、ラクドスサクリファイスということで。はい、まあ、キーカードはこれかな。血の化身の目覚めとかがね、キーカードになってくるのかなと思います。まあちょっとこれストリック成分のカードなんでね、新しいカードではないんですけども、あんま使ってなかったんでね、個人的に。まあ今回ちょっと使ってみようかなと。まあそれプラス新カード、雲の女王、ロルス、まあ1枚だけ挿してるんですけど、まあこのデッキだったらね、まあ無理なくね、入れていけるんじゃないかっていうことで採用してます。はい、レシピの方が引き釣り目が4、村の儀式が4、ウイゴサライが4。近畿の調査が2、禁じられた友情が4、死の上のタイタン、黒草が2、毒六滝の一撃が1、ペラッカの捕食が1、早期の拠点が4、悲哀の徘徊者が2、骸骨の巨人が2、ハグラの神殺しが1、血の化身の目覚めが4、イマースタームの捕食者が2、雲の女王ロルスが1、ロークスワイン城が2、沼が8、山が6、悪意の神殿が2、後輩踏みの小道が4ということでね。はい。まあ、新カード1枚だけですけど、なんだろう、あまり個人的に使ってなかったデッキだったんで、ちょっと新鮮かなっていう感じですね。はい。さあ、それじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。これはディボルトガチャですかね。あんまりマリガンされるとそれが怖いけど、カウンター入ってるデッキじゃないんでどうしようもないんだよね。もうただただガチャ外れるのを祈るだけっていうね。ああ、ガチャの可能性ありますね。ありますけど。ありますけど。どうしようもないんで。殴っていきます。アタック。ターン終了。お、相手何もしてこない。これは、チャンス。とりあえずアタック。まあアドベンチャーの可能性もあるのか。早期の拠点、お、否認が飛んできた。っていうことはガチャではないか。さあアタック。まああるなら全部カウンター使ってもらおう。早期の拠点、お、着地した。さあ次のターンから3点殴っていけたらいいな。ドラゴンの介入か。かなり痛いね。かなり痛い。今のは本当痛い。さあ、黒草。そして村の儀式。ターン終了。さあ禁じられた友情、
さあ殴っていきます。アタック、ターン終了。はい、工作。さあアタック。ターン終了。はい、黄金化のドラゴン。さあ殴ってくる。弱者粉砕か。さあ近畿の調査。クリーチャーに対生贄に捧げます。さあ骸骨の巨人。否認ありますか。なかなかですね。参った。さあ黒草、とりあえず相手の反動をね潰しておきましょう。いいですね。才能の試験落とせたのはありがたい。さあマナはあっても手札は1枚。ここでゼロ助産か。なかなか嫌な時間稼ぎきますね。うわぁ、参ったな。ちょっと状況引いてほしいところになりましたけど。悲哀の徘徊者。はい。黒草。さあ村の儀式でカード2枚引きます。ターン終了。さあロルスが出てしまえばかなり楽なんですけども。お、いいですね。両方殴ってくるか。殴っては来ない。まあそりゃそうか。ターンもらいます。いいですね。土地を出して、はい、ロルス。さあ壁を出して、行きましょうか。はい、クリーチャーを1、2、3体かな。さあ1体アタック。この3点がめっちゃ強いね。はい、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。
さあ7枚でキープ。引き釣り目からいきますか。はい、もうガラスの棺、悲哀の徘徊者いいですね。はい、悲哀の徘徊者ターン終了。なんかクリーチャー出してほしいなと。青も入ってんのか。赤、青、白。はい、メレティス誕生。はい、ターンもらいまーす。はい、早期の拠点。さあ、殴る。アタック。ターン終了。1枚メレティス誕生。はい、ターンもらいます。じゃあ、まあとりあえずウィーゴさらい。はい、村の儀式。はい、2枚引いて土地を出して、さあアタック。ターン終了。さあ、ヨーリオン出してきますかね。はい、ヨーリオン、これはね、かなりありがたい展開ですね。これで悲哀の徘徊者が狙われるのかな。はい、オッケー。サターンもらいます。まずウィーゴさらい。さあ、血の化身の目覚め。クリーチャーを、はい、1、2、3体。召喚額。さあ、まあとりあえず殴ります。アタック。ターン終了。ポータブルホール、はい、はい、近畿の調査。クリーチャー2体生贄に捧げます。さあ、カードを3枚引く。引き釣り目。引き釣り目。悲哀の徘徊者。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、7枚でキープ。はい、引き釣り目。セレズニアカウンターとかですかね。さあ、禁じられた友情。はい、アタック2点。さあ、ターン終了。さあ、群れのシャンブラー。はい、土地を出して血の化身の目覚め。3体生贄に捧げます。まあ、これでいきましょうか。さあ、アタック。最近ライフを削っていく。オランリーフのなんで3344強いですね。さあ、アタック殴っていく。さすがにブロックされる。はい、害獣学召喚、ターン終了。野生林の災い魔。ああ、なるほど。はい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 。まあ、これはブロックしないですね。いや、いいですね。こいつ伝説ではないよね。さあ、2体生贄に捧げる。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ラクドスサクリファイスということで、はい、まあ、シンプルなデッキで最近よく見かけるタイプなので、うん、まあ、ちょっと流行りに乗っとこうかなっていう感じはあったんですけど、まあ、あとロールス軽く使ってみたかったっていうのもあるんですけど、まあ、こいつを軸にしたデッキもまたね、ちょっと作っていきたいなと思ってますんで、それはまた、近いうちということで、はい、まあ、そんな感じでね、ラクドス好きの方はぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。